中国共産党は長年台湾に対して統一戦線を行っていますが台湾では反対の声が高まっています元北京大学法学教授で亡命作家延光氷さんが最近新党人の番組で中国共産党は2017年までに台湾に両岸政治統一協定の締結を強要し台湾の民主主義を消滅させようとしていると述べ大きな反響を呼んでいます 上礼拜，我们的同事给我看了一篇 PTT 上的热门文,文章，内容主要是有一位乡民分享了中国自由派法学家、前北大法学教授袁宏斌先生前受访的文稿。中国の亡命作家袁宏标さんが数年前に発表した中国共産党の台湾破滅計画に関する文章が最近台湾でネットユーザーの注意を引きました。これを受け、新唐人記者が オーストラリアでエンスさんを取材しました。17年之前，中共现在有一个战，有一个基本的战略部署，就是在2017年之前，呃，要逼迫台湾呢签订两岸的政治同一协议。如果这个协议一一签订，那就像当年共产党逼迫呃达赖喇嘛签订那个西藏和平同一协议一样，那等于这个自由的台湾呢，就变成了这个共产党统治下的一个行政特区。 この番組がネットにアップされると、瞬く間に大きな反響を呼びました。台湾に対する新党人の関心に感謝する。台湾頑張れ。台湾の民主自由主権は中国の手本で象徴だ。台湾の民主を守り、中国共産党の陰謀に侵されないように促している新党人の番組に感謝する。などの感謝の言葉がたくさん残されています。 国民党和民进党互相在竞争。对于这两个大党和中共的关系，袁宏斌的分析是这样的：共产党一直推行的一个政治统战的战略，叫做国民党的共产党化，啊，推动啊国民党的共产党化，民进党的呢国民党化。那么这个政治进程啊，统战政治进程，他们正在进行着。嗯，所以从这个角度讲，就是整个台湾的政客啊，啊，基本上就是。 円公共さんのこの分析は、台湾メディアからも注目されています。中国共産党がなぜ必死になって台湾を飲み込もうとするのかについて、円さんは、台湾の自由民主主義は政治手本となり、すでに15億の中国人の自由民主主義への渇望を呼び起こしたからだと分析します。新東人テレビがお伝えしました。 个报道，听到为什么？有人说他是专制统治的，正处于危险时期。皇法大于家法。